はい、今日の一品です。まず大葉を水洗いして水気を取っておきます。はい、そして耐熱皿にマヨネーズをスプーンで塗っておきます。はい、この今度はベーコンですね。これを1パック半分に切っていきます。で、大葉ですね。そしてチーズ、ピザ用のチーズですね。そしてベーコン、はい、チーズ、大葉と同じことを繰り返して重ねていきます。はい、これが最後です。これで大葉を乗せて、余ったベーコンを、チーズを周りにあとは乗せて、余ったベーコン全部乗せてしまいましょう。上からもチーズをかけます。これでラップをしてレンジで1分。あとは冷蔵庫に、急ぐときは冷凍庫に入れて冷やし固めます。こんな感じになりますね。で、周りをちょっとお箸でやるとマヨネーズを塗ってきたいたのでつるんと取れます。あとはこれをカットしたら完成です。大葉ベーコンチーズのミルフィーユ、お弁当にどうぞ。